ーモードの方の設定をよろしくお願いいたします。それでは2012年4月5日クリスチャンセンター東京アントキ教会主日第二礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人をこの第二礼拝に集めてくださり、共にこの場で礼拝できることをありがとうございます。私たちが霊と誠をあなたを礼拝し褒めたたえることができますよう助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福をお与えください。お願いいたします。はじめにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでははじめに賛美をもって主を褒めたたえていきましょう。それではお立ちになる方は共に立ち上がって賛美の時を持っていきたいと思います。道は開く。
遅くなっても待ち望め、幻を書き記せ、主がくれた勝利の剣、収穫のために、御霊の力注ぎたまえ、栄光は主イエスにあれ。血の雨が全地に降り注ぎ、リバイバルが訪れる、神の恵みが全地に満ち溢れ、大いなる主をあがめよ、ハレルヤ。この主のこの働きというのが大きく進んでいく中において、この敵の攻撃というのも強くなってきていると称されます。この中において、この神の言葉にこの固く立ち続け、また主が与えた武器をこの大胆にこの用いていきなさいと称されます。主はその中においてこの圧倒的な勝利を表し、またこの主の働きを大きく進めていくと称されます。この主の働きが大きくこの今進展発展していく中で、確かにこの主の技も栄光も大きく表されていくと同時に、また敵の妨害攻撃というのも非常に増大していることを覚えていきなさいと主がおっしゃられます。特にこの敵はお一人お一人のこの弱い部分にこの攻撃をかけてきているということから覚えていきなさいと主がおっしゃられます。それ今この中でこの罪に関しても、この罪がある場合にはこの悔い改め、また弱さ傷に関してもこの徹底してこのその事柄を、この弱さをまたこの不足というのをこの感謝していきなさいと主がおっしゃられます。その時確かにこの主の力というのがお一人お一人のこの弱さを通しても表されていくと主がおっしゃられます。それへ敵の攻撃に関してもこの徹底してこの主にある対応というのを取っていきなさいと主がおっしゃられます。さらにこの土台をつかめ、この祈りをつかめていきなさいと主はされます。使徒のこの交わりの中において、このさらにこの主が具体的にこの示し、また御言葉を通してもこの具体的にこの語りかけをこの与えていくので、この徹底してこの祈り、また聖書の読み込みをつかめていきなさいと主はされます。この基本的なこの信仰生活のこの土台の中において、主はこの言葉を与え、またさらにこの主の働きというのをその中においてこの具体的に表していこうと称されます。この信仰は聞くことから始まると主がおっしゃられます。この日々蒼天から始まって、この日々のこのディボーション箇所、また主から来ている予言の言葉、また祈りのうちに主が示されるその神の言葉を聞き従っていくことができるように求め祈っていきなさいと主がおっしゃられます。この主の御心に正確に従いたいとこの思い願いを持って祈るときに、主はこの必要な助けを与え、また導き、また御言葉を与えていくと主がおっしゃられます。それではさらに賛美を捧げていきましょう。主に栄光、主に栄光、ほふられた子羊、主イエスキリストに
とこしえに栄光あれ。御臨在の主に3秒捧げていきましょう。ハレルヤ。天の父様、あなたの御名をあがめ賛美します。この賛美の時はありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。さらに次この礼拝を豊かに祝福し導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持っていきたいと思います。共に主の前に静まって主との交わりの時、お祈りの時を持ってまいりましょう。お祈りをそこまでにしていただきまして、再び賛美をしてまいりましょう。主に栄光、主に常しえに栄光あれ。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。お慣れになっておられない方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではペテロ久保田牧師に導いていただきまして、聖餐式を行います。それでは聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはまだ洗礼を受けていなくても、あるいは他の教会の方であっても、イエス様を自分の救い主として信じ告白されている方は、どなたでもこの聖餐の素晴らしい恵みを受けることをお勧めしています。ですから
イエス様を自分の救い主として信じ告白されている方は、ぜひこの聖餐を受けていただきたいと思います。またオンライン礼拝で聖餐式に加える方もですね、ぜひパンとブドウ酒またはブドウジュースをですね、自分の方で準備してですね、聖餐式に加わっていただきたいと思います。最初にお祈りします。愛するイエス様、この聖餐式をありがとうございます。このパンとブドウ酒またブドウジュースを主が祝福してくださり、また、オンラインで加わられている方のパンとブドウ酒またブドウジュースを祝福してくださり、イエス様の体とイエス様の父親としての主の豊かな祝福と恵みをお一人お一人のうちに豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。お祈りの中で、もし罪があればそれを主の前に告白する時を共に持ちたいと思います。それでは短く、共にお祈りする時を持ちましょう。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお願いいたします。イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。それではお願いいたします。
それではお祈りします。愛する様、この聖餐の恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは感謝の献金の時を持ってまいりたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ、献金の時を持ってまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福をお与えください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はヘブル人への手紙11章6節になります。新改訳聖書第3版のお持ちの方は438ページになります。それではお読みいたします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。本日はこの箇所を通して特別賛美、またしばらく賛美の後にペテロ久保田牧師にメッセージを取り付いていただきます。おはようございます。ギフスです。神の言葉を賛美させていただきます。